バーディは、イギリスのシンガーソングライター、ミュージシャン。ジャスミン・バン・デン・ボケルダ、DZMNVNDN、ボグドは1996年5月15日、イングランドは、ハンプシャー、ライミントンに生まれる。彼女の母親は、コンサートピアニストのソフィー・パトリシア、父親は、作家、声優のルパート・ボガード。バーディは歳くらいの時にピアノを教わり、歳の、 時に作曲を始めている。余談だが、王子は著名な俳優であるさ、ダークボガードである。もっとも彼女は、彼と面識はない。なお、バーディーの母方の祖父は、キャプテン・ジョン・クリストファー・イングラム・ローパー・カーゾンという人物で、彼は20代目て否むコーデもあるのだが、彼女にとって、王子が、ダークボガードであることより、もっとずっと重要なことである。 ニックネームのバーディーは、彼女が新生児だった時、その食事の際ご飯を欲しがるひなどりのようにいっぱいに、口を大きく開けていたのを見て両親がつけたもの。余談だが、学校以外、特に教師に怒られる時を除けば、ニックネームで呼ばれてきたのでジャズミンと呼ばれると叱られた、みたいに感じてしまうくらいだそうである。2008年、彼女が12歳の時、イギリス音楽大会。 オープンマイク UK で約1万人の競争相手の中18歳未満の部で優勝した。大会の後彼女が YouTube にアップロードした実曲を聴いたワーナーブラザースレコード UK からパブリッシング契約のオファーを受ける。2011年1月14歳の時バーディはボミイベールの楽曲のカバーバージョンであるスキニーラブをリリースする。これが 初のヒットソングとなり、全英シングルチャートでは17位を記録。2011年3月に、リリースされるとすぐに UK ラジオの DJEN、ファーン・コットンに、レコード・オブ・ザ・ウィークの中で取り上げられ、結果 BBC ラジオ1の B、プレイリストに追加されたのだった。また、アメリカのテレビ番組、EN、ザ・エレン・レジェンナース・ショーでも演奏しており、 これは2012年の3月20日に放映された。楽曲の公式ミュージックビデオはソフィー・ミュラーが制作したものである。それ以来、バーディーは多数の曲をカバーしてきた。例えば、エド・シーランのザ・エイチームやザ・エックス・ウェックスのシェルターがある。2011年7月19日に BBC ラジオ1のライブラウンジで演奏したものだ。そして、 セルフタイトルのデビューアルバム、バーディーは2011年11月7日にリリースされた。この自作曲として、Without、A ワードの1曲のみを含むカバーアルバムは、オーストラリアとオランダで1位、フランスで5位、ベルギーのフランドルで1位、ワロンで2位、イギリスでは13位を記録し、イギリス、オーストラリア、オランダ、ベルギーでゴールドディスクを獲得したものであり、 オーストラリアにあってはシングルでも、スキニーラブ、ピープルヘルプザピープルは、それぞれ2位と10位になっている。2012年8月には、ライブアルバム、ライブインロンドンをリリースしているのだが、ここには全室のザ・ A チームと、映画・ハンガーゲーム用に書いた、ジャスト・ A ゲームが含まれる。このジャスト・ A ゲームはバーディーからライオンズゲート社にオファーしたものである。この他6月には、 マムフォードサンズからのオファーで、ピクサー映画、メリダと恐ろしの森のために、ラーンメライトを歌っている。そして、何よりもこの年バーディーにとって、重要だったことは、8月29日、ロンドンカキパラリンピックの開会式で、EN、アントニー・ヘガティの楽曲、バード・ガールを演奏したことである。 信じられない心を動かされる経験でした。私がいつまでも永久に覚え続けている瞬間です。2013年9月23日にアメリカを除く各地2014年6月3日に最後にアメリカでもリリースされたセカンドアルバム Fire Within は全英アルバムチャートをはじめとしてフランス、オーストラリア、ドイツ、ニュージーランド、スイス、オランダ、オーストリア、 アイルランドといった諸外国でトップ10に入った。その後、映画、きっと星のせいじゃないのサウンドトラックでは T シャツ、ベストショット、ノットアバウトエンジェルスの3曲を提供した。この他、2014年の作品としてはマドンナの楽曲、ラッキースターをカバーしたものが BBC ラジオにサウンズオブザ 80S のトラックに含まれる。またデビット・ゲッタのアルバム、 リッスンのアイルキープラビングユーもバーディーが歌手として参加したものである。2015年にはさきのアルバムファイアーウィズインから楽曲ウィングスのアコースティックバージョンが6月30日より放送の英国の銀行ロイズの250年記念のテレビ広告の挿入歌として採用されたため UK ヒットチャートで8位まで再び上昇した。 アコースティックバージョンの当シングル曲も追って発売されている。7月は BBC ラジオ1で EN 介護の Firestone のカバーを演奏し、8月にはローズとレッドイットオール号を共作して後者はイギリスにおいては9月11日からデジタル形式で発売されている。2016年1月1日、彼女の3番目のアルバムから Keeping y o u Head Up が その先行のシングル曲として発売された。1月29日におってミュージックビデオが公開されたものである。本曲について彼女はこうコメントしている。世界の中で自分が全くなくなってしまったように感じる時は一度ならずあるけれど、そんな時暗闇の中で光を見つけること、その光にしがみつく強さを持ち乗り越えていくことについて書いています。パワフルで、 アップリフティングなものにしました。この曲があなたの心に響くもので鼓舞するものがあったらと思っています。本、アルバム、ビューティフルライズはイギリスでは2016年3月25日にリリースされた。ビューティフルライズの制作では、アーサー・ゴールデンの小説、メモワーズ・オブ、演芸者、放題さゆりに主にインスパイアされたと述べており、 CD のカバー写真では着物を着ているほか、CD の内表紙も純和風の屏風画のデザインとなっている。7月20日に初来日公演を行う予定である。バーディーはタボナコで初めてバンドを伴っての演奏をしてから彼らと共に活動していた。この初公演は2012年4月12日に行われたもので取り立てという必要もないかもしれないが、タボナコというのは ロンドンのノッティングヒルにあり、大変風光明媚なところである。2016年のアルバムビューティフルライズの制作では、チームの再編成があった。バーディの人生の哲学は、以下のものだと都度述べている。していることを楽しんでいること、それを、確かとすることは重要です。それは自然に来るものでなければなりません。とにかくそれが私が、そのようにしようと心を見ていることです。 ありがとうございます。